まあ、常にランナーを背負いながら牧田がしのぎにかかるというところですから、はい、この回もノーアウトランナー二塁。そうですね、非常にでも苦しいですよね、クリーンアップですからとか ね、3番の糸井です。まあ、ヒットはヒットって、まあ、内野安打は別ですけども、外野に飛んだヒットに関しては間違いなく1点入ってしまうケースですよね。痛烈抜けていった。セカンドランナー俊太は三塁を回ってきました。5人です。さすがに牧田に対して相性のいい糸井の打球、ファーストの米野もダイビングキャッチ飛び込んでいったんですが、あっという間に一塁線抜いていきました。まあ、強烈な当たりですよね。しかし今は松山さん、はい、1球目いいボールでストライク取りましたよね。取りましたね。同じようなコースだったんですか、ね、はい、今続け球は全然いいんですけど、キャッチャーの要求はインコース高めじゃないですか、はい、ただそこのボール球を使わないと、うん、このクリーンアップはこう厳しいと思うんですよね。